ニーベルンゲンイコールジークフリート街道のルートマップ。北寄りがニーベルンゲン街道、南寄りがジークフリート街道ニーベルンゲンイコールジークフリート街道はドイツ観光街道。本来はニーベルンゲン街道とジークフリート街道は別々の街道で、共にボルムスを起点とし、ロルシュを経てベルトハイムまでの街道だが、北寄りのエアバッハを経由するのがニーベルンゲン街道。 南寄りのアモールバッハを経由するのがジークフリート街道である。二つの街道は共に中世女寺師、ニーベルンゲンの歌をテーマとしたほぼ同一地域を通る観光街道であるため、また2002年にはニーベルンゲンの歌800年記念行事として伝説の様々な場面をかたどった共通デザインのモーニュメントをそれぞれの街に配するなど共通の活動を行っているため、 ニーベルンゲンイコールジークフリート街道とまとめて称せられる。公式ホームページもニーベルンゲンイコールジークフリート街道としてのサイトである。オーデンバルトでの森林浴やキャンプ、高原でのスポーツ、リハビリテーション施設やレクリエーション施設など、観光目的というよりもむしろ、フェリエンストラッサの元来の意味である休暇街道としての色合いが濃い街道である。しかし、 ローマ時代の遺跡などの古代遺跡、ユネスコ世界遺産に登録されているロルシュの修道院跡やボルムス大聖堂をはじめとする中世の建造物、手入れの行き届いた木組建築が多く残されている、点など観光への訴求力も期待できる街道である。ボルムス大聖堂ロルシュ修道院跡、入り口の門街道はここロルシュからニーベルンゲン街道とジークフリート街道に分かれ、 オーデンバルトへと入っていく。ニーベルンゲンの歌では、ジークフリートは、ワスケンの森へ狩りに出かけた時に、ハーゲンによって暗殺されたと歌われているが、その森は、ボルムスからライン川を渡ってまっすぐという伝承から、現在のオーデンバルトがその舞台であったとされている。フェルゼンメイア・ミヒエルシュタットの視聴者エアバッハの街並み、ヘッペンハイムの視聴者モッサウタールの集落オーベル。 モッサオタールアモールバッハの修道院、教会ベルトハイム上シニーベルンゲン、シゲフレッドストラッサ、ドイツ語サイト、ありがとうございます。